フランシスコ・ギジェルモ・オチョア・マガニャは、メキシコ・グアダラハラ出身の同国代表サッカー選手。リーガ MX アメリカ所属。ポジションはゴールキーパー。2014ワットハイ、対ブラジル戦でシュートを止めるオチョア2004年2月、CF ・モンテレー戦でデビュー。2011年7月9日、フランスの AC ・アジャクシオへ移籍した。2014年夏には、 アジャクシオの二部降格と契約満了、ブラジル W 杯での活躍などが重なり欧州の強豪クラブから関心を抱かれていたが、2014年8月1日、マンチェスターシティへ移籍したウィルフレード・カバジェロの後釜として、マラガシ EF に3年契約で加入した。聖 GK のイドリスカメニからポジションを奪うことができず、ベンチ生活が続いたが、 2016年3月5日のデポルティボ・ラコルーニャ戦でカメニが負傷交代したため途中出場を果たしリーガ・エスパニョラデビューを果たした2016年7月22日グラナダ CF へ1年間のレンタル移籍が決定2016から17シーズンは全試合にフル出場し5大リーグで最も多くのセーブを記録したが クラブは82失点をきしラリーガでの1、シーズン史上最多失点数を更新するなど、不安定なチーム状況もあって、降格を経験した。2017年7月9日、スタンダールリエージュへ移籍した。背番号は、ゴールキーパーとしては、珍しい8。2019年8月8日、クラブアメリカへ移籍した。 クラブアメリカでも一般的にはゴールキーパーではなくフィールドプレイヤーがつける背番号6を背負ってプレーした。2005年12月に行われたハンガリー戦でメキシコ代表デビュー。2006フィファワールドカップでは控え GK として選出された。翌年のコパアメリカ2007では4試合に出場し2失点に抑える活躍を見せた。特に グループリーグ第3戦では、大会15ゴールで優勝したブラジルを完封し、最終的にチームの3位に貢献した。この活躍から2007年のバロンドール投票で、メキシコ人として初めて1ポイントを獲得し、30位体に入った。2014FIFA ワールドカップでは、グループリーグのブラジル戦で、後セ部を連発し、0から0のドローに持ち込んで、 マインオブザーマッチに選出された。また、今回の活躍から、ヨーロッパの遺跡市場で注目を集めた。2020年東京オリンピックでは、オーバーエージワークとして出場。全試合に出場し、銅メダル獲得に貢献した。ありがとうございます。